人が使っても変身できるのかな、これ。シャラン。自分が登録してるやつしかなかった。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見を。このまま眠りにつこうかな。眠ります。思ったんやけど、私の家全体的にどこにも音楽が流れてないよね。コンポとか置いとるのに。ほい、到着。すごい。塀が、ちょ、待って、見えないんですけど、私。さあ、目を開けてくださいな。見えないよ。あなたは今、春夏秋冬しまうの夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都の春夏秋冬をご堪能くださいまし。どうもー。やっと見えた。やっとこさ見えた。これが旗。何の花なんやろう。ちょっと私にはいまいちわからなくて申し訳ないんだけども。あのね、なんか京都風の島らしくって、凛としたことの風情に包まれる。昔ながらの街並み、石畳の道をたどると、素晴らしいね。こう和風で統一しようとしたらめっちゃ難しいよね。まあ、統一しなくても難しいんですけどね、私。あ、すごい、ホタル飛びよるよ、ホタル。あ、見てあれ。ほら。ほら。すごいね、ちゃんと。これは何？マイデザインでこうやってできるってこと？お大文字のやつ。すごい。私ね、行きたかったけど行けんかったんよね。え、嵐山よね。あの、修学旅行の時に行きたかったんやけどさ、時間が足りんくってそこまで行けんかったんよね。あ、自由時間。自由時間っていうか、ま、あの、自由に動き回っていい観光。の時、タクシー研修やっけ？はい、こっち側も。おぉ、びっくり。これいつもさ、ちょっと横通った時に落ち葉が舞うのすごいびっくりするんやけど。なんかこのいい感じに木を配置するとかいうこともできんねよね。あ、そっか、和風の橋って二通りあるんか。木のやつとこっちの赤いやつ。なるほどね。こういうなんかちょっとした池でさえも、なんていうん、風景に溶け込んでいい感じに作れるんよね。すごい。ここはお家？あ、違う、誰かの家やね。源氏。あ、なるほど。あの、マロみたいな、眉毛しとる子や。うさぎの。マロみたいな。あ、こっちから抜けれるんやね。なるほど。こういうね、池の真ん中にさ、なんていうん？ちょっと、土地を作って、物を置くみたいな。そういうおしゃれなやり方がね、できないものか。私今、土地の形には一切手つけてないもんね。誰やっけ？歌舞伎地やっけ？ん？なんだおめえ、新参者か？まあ遠慮せずにゆっくりしてってくれよ。よー。やっぱり住民もそういう系統の子ばっかり集めとるってことなんかな？すごい。いやー、びっくりした。めっちゃびっくりした。ここは？ここは住人の家か。あ、すごい。見てこれ、いい感じ。はい、お邪魔しまーす。庭にああいう感じのいいね。おー、素敵。あ、ここは旅館かな？ぽいよね。ほうほうほう。こう、入り口入ったところにはね、ゲームとかも置いてあったりして、昔ながらって感じよね。まあ、これやったことないけど、私。ほい、左の部屋へ。お、左側は、ここ多分泊まる部屋かな。綺麗。いいね、素晴らしいね。あ、これあれやない。私が、これ車止めやろ、多分。こういう感じで使えるのか。私なんか、ね、実際に車止めとして置いとるけど、いや、あの掛け軸かわいい。ね、綺麗。掛け軸自体私見たことないんやけど、自分のところで。はい、そして、奥の部屋へ。お、京都。ペナントや。あ、ここ庭？え、すごーい。あ、いいね、すごーい。へー。こんな感じで、ここでゆったりと。あー、いいっすね。いいっすね。水の音を聞きつつ。でもなんか見上げたら、
空一面に花火。素晴らしきじゃない?やばい、めっちゃ綺麗。いいなあ、あの庭。ね、壁紙の使い方がめちゃくちゃいい。はい、そして、あ、右側は温泉。やっぱみんな温泉ってこの湯気のやつ使いよんよね。この湯気のやつ私まだゲットできてないんやけど、これはローランということかしら?やっぱこういう特殊なやつってローランっぽいよね。ぽいっすよね。あー、いいね、いいね。ここでお風呂上がったら、まあ、一気にこれでね、扇風機で冷やされると。あんなミニサイズの絵があるん。あの絵って結構でかいやつじゃない?はい、そして2階へ。あ、ここは宴会場って感じかな。いいなぁ、こんな綺麗な感じでできるとは。なるほど、両端に着物。あ、やっぱりこれは端っこね。これ一応座れるんよね。座れるんよね。座高が高くなった感。イエーイ、私が何かしらの出し物を。歌おう、歌おう。違う。こっちだ、こっち。ウッキウッキ。いいね、誰も聞いてないけど。寂しい。はい、お邪魔しましたさあ、ってことで。あ、こっち側は、あ、びっくりした、いけんのか。いけるんかと思った。なるほど。ポストはあんなところに置かれているのね。あ、このなんかちょっとさ、入り口奥まった感じのところにあるのとかもいいよね。そして間に、笹の葉が。あー、こういう川が流れ寄るのもめっちゃいい。そして、川沿いにある、魚屋。めっちゃいいやん。え、なんかこの川沿いの感じすごい好き。わかる?わかる?お、生きのいい魚が。あ、なにこれ、着物をリメイクしとるってことよね。すご。へぇー。ここは?普通に。自分が被っとったらよくわからんねよね。住人の家ということか。なるほど、なるほど。で、ちょっと奥まった感じで。あ、ここから広場に出るんやね。ふんふんふん。すごいなぁ。なんかちょっとした置物とかがすごいよね。あ、見て、こっち竹林。見て、竹林の奥にさ、ああいう感じで石碑があったりするのもなんか、ぽくない?なんかぽくない?すごいよね。あ、浜辺もなんか、あ、花火が置かれている。私もね、つねきちの屋台のやつさ、全部、ゲットしたよ。君は誰だい?ちょい。ん?あんた見ない顔だね。じゃあ、始めましてだ。自慢の春夏秋冬、ゆっくり見てっておくれ。じゃあね。君はなんだか、ちょっとした不良のような。あ、同じ格好やった。織姫の服。あっちから出てこれるんかな?あっちには、こっちから行くのかしら。奥に行けるとこ、あ、あったね。あ、ここは、すごくない?なんか。金魚すくいや、金魚すくい。よきよき。見て、こっちは甘味どころがあるよ。ここでね、ゆったりと、こっち向け。ゆったりと過ごすと。あー、いいね。いいね、いいね。こういうスペース。あ、上上がれるやん。これ叩けるん?すごい。あ、え、いいな、めっちゃ。見てこれ、プール。水玉模様や。私めっちゃ普通のプールしかないんやけど。かわいい、そんなのあるのね。こっち側入れんかった。お祭りの縁日的な感じなんかな?で、これ太鼓の櫓ってこと?かな?きっと。君は?一徹。見かけねえ顔だな。おめえ誰だ?あ、これってあれだな。
夢の中ってやつだろ。ま、とにかくよく来たな。歓迎するぜってか。てか。イェーイ。ちょっと待って。逆向きに座っていただきたかった。私、織姫やけん、彦星の方に座ろう。こんな感じで。かわいい。あ、これで、回して景品がもらえるのね。だらららららバン。景品がどれかはわからんけども。わからんけども。なんかあの常吉の屋台のやつさ、一通り揃うまでは、かぶりなしで全部出るらしいね。何？何置いとんやろ？とりあえず。イェーイ、五重の塔。五重の塔。みんななんか塔持っとるね。どこでゲットするんすか？レシピ？レシピなの？いいね、こういう高いところから。見晴らしがいいぜ。見晴らしがいいぜ。何あそこ？見て、こんなところにお座敷があるんですけど、流しそうめんしゅうりょう、流しそうめん。海の見える場所に、見て、なんか隣とか滝なんやけど。おぉ、すげえ。ドキドキする場所やね。なんか下にも、ここは？どうやって行くんだい、そこには。わからないの、だけど。あっちから行くんかな。こっちはどこへ、どうやって行くのかしら。こっちか？これこっち側とか行ってないよね、まだ。あ、ここは博物館なわけだね。あ、なんか、あれやね。こうやってやったらすごいちょうどいい感じに見える。考える人。博物館前なんかこういう感じにするのめっちゃ綺麗。てか、岩の場所も、ね、すごいね。だ岩の場所ランダムなんやろ？ここに来るまでめっちゃ頑張ったってことやん。やば。なんか博物館前さ、迷路みたいになってるやつとかあることない？あのリアルで。行ったことないけど、そんなとこ。なんか見たことある気がする、そういう感じの。こっから抜けれるんやっけ？あ、違う。待って、広場に戻ってきた。あ、ここからか。来た。何あれ。なんかこういうの、テレビで見たことある。なんやっけこれ。なんかあるよね。いっぱい鳥居がある感じの。え、すごい。なにこれ、線路？そしてそこを抜けるとプライベートビーチ。素晴らしき。なんかね、こういうのね、テレビで見たことあるんよ。あとなんか有名人がインスタに上げとったりとかした。なんかそういうやつ。いいなぁ。私、京都行ったのにさ、なんか大した場所観光してないような気がする。これ全部見終わったんかな？え、これ右側行った私。また戻って行きよった。あ、ここか。ほんと？もう全部回ったんかな？左下行ったっけ？ちょっと待って、左下行ってない気がする。ゆめみさん、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、ゆみさん。左下、左下。やっぱり、なんかここをめっちゃ走ってくるのすごいいい感じ。綺麗。いいっすね。あ、こっちの下行ってないよ、こっちこっち。あ、ここから抜けたら浜辺にたどり着くと。なにここ？あ、すごーい！ごめん、めっちゃ遅い。え、歌舞伎町こんなとこまで歩いてきたん、やば。え、すごい。ここは？屋形船的な感じなんかな？普通に建物なんかな？なんか、いいな。この和風の感じの作りすごいな。いいな。綺麗。ね。よき。なんだろうな。なんか和風な感じってさ、作るのめっちゃ、センスが問われるような気がする。いや、何もかもやけどね。和風じゃなくてもだけども。あれ？なんかこの村、こっち側があるのか？あ、まだあった。
そうなの、なんかね、エイブルシスターズとかそういうのが全然ないなと。すごい、アジサイがいっぱい、見てこれ。すごくない？アジサイが、アジサイ畑や、アジサイ畑、素晴らしき。こんなに綺麗にいっぱい配置できるのいいなぁ。あ、なるほど、ここが飛行場で、実際に訪問したら、飛行場から、アジサイのところに着くわけですね。あ、なにこれ。エイブルシスターズ前めっちゃ、和風な感じの服が。サメ。なんかさ、人のところに夢できたらサメが必ずおるような気がするんやけど。自分の島に現れていただきたいね。え、かわいい。あ、これ、マイデザか。ね、あの、これかわいい、これ。ベレー帽じゃなくてこっち。あの着物めっちゃ綺麗。いいっすね。マリンスーツに竹のステッキ。あ、もしかしてこれステッキで変身できるとかそういう。違う？人が使っても変身できるんかな、これ。シャラン。自分が登録してるやつしかなかった。なるほどね。そういう感じなのね。あ、別にあれか。帰るときに戻されとるか。多分実際に訪ねたら、この辺にあるやつを切れたりとかするってことなんじゃないかなと、思うんだけど。そういうことでしょうか。あ、で、あれなんやね。ちょっと景観にそぐわないような感じのは端っこに、こういう感じで、追いやってるわけだ。どうも。どうも。やっぱ全てを組み込めるっていうわけじゃないんやね。難しいもんね、絶対。ほら、多分ここで好きな服を選んで着て、あの、観光をするっていう感じなんじゃなかろうかと。若ざりってなんだろう。片足上げって。あ、いいね、若ざり。こんな感じ。なんか花が。イエーイ。一応ね、和風っぽい格好はしてきたんよ。まあ、織姫の服なんやけどね。あの、コメントで聞いてさ、すぐに、織姫の服を購入しました、私。で、この、こっちが多分あれよね。うん、お店だね。あ、で、こっちは、あ、なるほど、こっから出てくるんや。この先にも。渡っていけるんかな、これ。あ、いけんかった。こっちからぐるっと回るんね。いいな、この桜、綺麗。ちょっとした庭園みたいな感じなんやね。ん？この上にもなんか、座布団が並んでいる。あ、なるほど、こういう、そうなん、私、庭石めっちゃいっぱいあるんよね。庭石がめちゃくちゃあるんやけど、でもこの地面のやつ、これはマイデザってことやろ？なんかな、そういう地面をさ、あの、敷けるようにしてくれんかな。その、公式で。自分で作るとかではなく、ね。こっちは景色を楽しむところやったね。あ、ここから、景色を眺めるということかな。やっぱ日本庭園っていいよね。おっと。なんかすごいバランスとか、計算し尽くされてる感があるもんね。あ。これ秋バージョンってこと？もみじが浮かんどる。私が持っとるやつさ、普通の水受けと、あと桜のやつやもん。もみじのっていうのが多分あるんやわ。私もそのうちゲットしたい。今のところね、時間操作一切してないけんね。みんな結構あ、飛行場に来てしまった。どこから帰るんでしたっけ？こっちの横からか。あ、ここから出てきたような気が。あ、で、ここの通りをね、走ってきたんよね。あ、こういうのあるんやね。なにこれ。竹やろう？なんか色が違う。さっきまでウニあったっけ？全然目に入ってなかった。別に急激にウニ現れたりしてないよね。あ、広場。ほい、ということで、見えねえ。いや、この角度でよしと。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつ
つもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、実際に京都に住んどる人とかからしたらもっともっと楽しめるんかな。多分観光名所をよく知っとった方がいいよね。見たことあるテレビでとかじゃなくて